はい、ということで今日ちょっと久しぶりにロシアのウクライナ侵攻これやっていきます。久しぶりちょっと嬉しいですね。まあ嬉しいっていいことじゃないですけれどもね、内容がね。で今日はですね、なんでやるかっていうと、やっぱりこれですね、皆さんも知ってる人多いと思うんですけれども、ロシアに大きな動き、ニュースがあったからなんですよね。で、これが大きく言うと、まあ、2つニュースがあったんですよ。1つは、前からね、やるって言われていた、本当はもっとね、もうちょっと前にやるんじゃないかって言われてたんですけれども、それは今回ね、まあ、ようやく起きた、別にいいことではないんですけれども、何が起きたかっていうと、これがですね、ドネツク、ルガンスクの住民投票。だからですね、ドネツク、ルガンスクに住んでいる、まあ、人たちにこう、住民投票させて、ロシアに入りたいですかって聞いて、みんな入りたいって言って、それをきっかけに、じゃあもうルガンスク共和国、ドネツク共和国はロシアになりましたってやるやつです。だから前にですね、クリミアでやったやつ、あれをだからとうとうやるってことは決まったんですよね。それが一つ目で、もう一つ目、これがですね、ロシア国内で動員するっていうのをこれね、プーチン大統領が発表しました。動員、まあ動員についてもちょっと後で説明していきますということで、今日はね、この2つ。そしてですね、このね、ロシア国内で動員することになったんですけれども、この動員はですね、何が狙いでそれをやるのかみたいなね、それにちょっと絡めてですね、 NATO との回線はあるのかみたいなね、そんな話をちょっと出てるんでしていきます。はい、でまずはこれね、動員の方からちょっとやっていきます。でこの動員って言葉ですけれども、まあ、ちょっとね、聞いたことあるかもしれませんけど、なんかちょっと実際に調べてもちょっとぼやけてるような言葉なんですけれども、なんかぼやけてる言葉って好きじゃないんですけれども、これ動員についてやっていきます。これがですね、ロシアのプーチン大統領が9月21日、昨日ですね、ここでロシアでですね、一部動員を行うっていうふうに大統領令に署名したことを明らかにしたんですよね。で、これがね、何かっていうと、まあ、一部動員ってことで、今ですね、予備役についてる人から30万人をですね、兵士として招集するそうなんですよ。招集すると。で、これ予備役の中から30万人招集する。まあ、それが動員ってことなんですけど、まあ、一部動員ですけれどもね、総動員だと意味変わってくるんですけれども、今回ね、一部動員ってことで、まあ、予備役についてる人から30万人を兵士として招集する、集めると。で、このですね、予備役とは何ぞやなんですけれども、これはですね、何か今ですね、別の仕事をしてるんだけれども、予備役ってものに登録していて、で、まあ、たまにですね、予備役に登録してると、たまにですね、軍事訓練みたいなの呼ばれたりするんですよね。だから、普通のね、サラリーマンとかいろんな仕事をしてるんだけれども、一応予備役に登録してて、たまに軍事訓練をする人たち、そんな感じなんですよね。だから何かあった時に、兵士として招集されるね、そういうのに登録してる人はこれ予備役なんですけれども、そしてこれですね、登録してる人っていうと、ほとんどがですね、これ、元軍人の人なんですよ。前ね、軍隊で働いてた人っていうね、今違う仕事してるんだけれども。で、これがですね、ロシアにはなんと、2500万人もの予備役がいるそうなんですよね。まあ、これですね、まあ、兵役とか1年間の兵役とかあるからね、そういう人も結構登録してるのかもしれないですね。で、ロシアのショイグ国防相が言うには、今回一部動員ってことですけれども、今回ね、動員する人たちをウクライナの前線に送るようなことはしないってね、まあ、言ってますね。だからですね、多分今ね、国内にいる兵士をウクライナに送って、で、その代わりに予備役だった人を兵士にして、国内にその代わりに配置するってね、ことなのかなと思うんですけれどもね。まあ、それか、もしくはこれですね、これから起こる何かを見据えて、国内の守りを増やしておきたいってことかもしれないですね。まあ、これについてちょっとね、また後で話していきますけれども。で、ただこれですね、なんか言われてるのがね、こう動員をするっていうのは、ロシアが動員するっていうのは、第二次世界大戦以来っていうふうにね、報道が出てるんですけれども、どうもこれはですね、もうちょっと小規模で、1980年代にアフガニスタン戦争とか、あとですね、チェチェン紛争の時にですね、それぞれ数千人を招集してたことがあったそうです。で、まあ、今回でもね、30万人とか全然規模が違うんですけれども。で、この動員なんですけれどもね、もう早速ですね、これね、手紙がもうすでに届き始めてるらしいです。だから、あなたを招集します。来てくださいってね。まあ、多分強制とかなんですかね。で、ここからですね、じゃあこれなぜですね、今動員したのか、なぜ動員をするのか、その狙いとかね、そういった話についてですけれども。やっぱりこれね、まずこう普通に言われてるところでは、今これですね、ロシアがウクライナに侵攻していて、で、ウクライナの東部で、これですね、そこでの戦いでロシア軍って言うと結構ね、ウクライナ軍にね、こう反撃されて負けてるっていうね、ことがよく起こってるんですよね。それでロシア軍がね、後退していると。あとこれですね、まあそういった感じなので、もちろんこれね、ロシア軍に死者が多数出ているとね。で、もっとですね、兵士が必要だってね、そういった理由があると。これがですね、イギリス国防省の調べだと、ロシア軍ってのはですね、もう2万5000人以上がね、これ死亡してるだろうって言われてるんですよね。これ死者が2万5000人ってことは、これですね、怪我とかして
もうね、本国にね、返されてる人とか入れると、全然もっとですね、多分ね、3万とか4万とかね、全然平気で4万とかいるんじゃないかと思うんですよね。まあ、ちなみにこれ今ですね、イギリスの発表では2万5000人死亡してるんじゃないかって言われてますけれども、ロシア兵がね。ただこれがロシア側の発表ではね、6000人って相変わらずね、少なめに発表されてますね。あとですね、ロシアに兵が足りないっていうのは前からね、言われていて本当みたいで、これだからそういったこともあって、前はですね、60歳以上だったかな、60歳以上の兵士っていうのはロシア兵として雇わないようにしてたんですけれども、今ですね、もう60を超えた、ね、兵士でも OK っていう風にね、そういうなんかルール、法を変えたりとか、あと本当にこれですね、刑務所の囚人なんかにも向けてね、なんか兵に志願しませんかって募集をかけてるみたいですよ。これ本当みたいですね。だからですね、シンプルに兵が足りないから今回ですね、動員をかけたっていう、そういったように言われてる。まあこれが普通のね、まあなんですか、予想というか、ね、話なんですけれども、ただここからがですね、ちょっと普通じゃないね、予想というかね、そういうこともされていて、だからなぜ今回ですね、動員をかけたのかについて、こんな理由もあるんじゃないかって言われてるのをちょっと今から紹介してます。マジかっていうね、そういった話ですけれども、これもちろんね、予想だからね、本当のところはプーチンぐらいしかわかんないですよ。なんで今回ね、動員とかね、かけたのか。で、これがですね、驚くべき方の理由、普通じゃない方の理由としては、こんなことも言われてます。で、今回ですね、プーチン大統領が今言った話、だからこう動員をかけるとかね、あとドネツク、ルガンスクで住民投票を行うって、こういったことをね、演説の中でも言ったんですけれども、で、そのですね、演説の中でね、言った言葉、他にもね、こういった言葉を言ってたってことだと思うんですけれども、こういうのあります。これをちょっと読んでいきます。プーチン大統領は演説の中で、ウクライナ政府を支援する西側諸国が反ロシア的な脅威になっていると非難。ロシアの領土的一体性が脅かされた場合、必要であればあらゆる兵器を使用すると警告した。また我が国も様々な大量破壊兵器があり、中には NATO 諸国が保有するものよりも近代的なものもある。これはハッタリではないと付け加えたっていう、ね、こういった発言も演説でしたんですよ。で、今あったですね、ロシアの領土的一体性が脅かされた場合なんてことをね、なんでわざわざ言ってるかなんですよ、この演説の中で。で、これが何でもですね、ロシアの軍機では国土が攻撃され脅かされた場合に戦術核の使用が認められている、まあ、そういうことが書いてあるらしいんですよね。ということで、これね、いよいよだからロシアがプーチンがね、核兵器を使う準備を始めたんじゃないかってね、そのために招集をかけたんじゃないかってね、そういうふうに予想してる人がいるんですよ。なんでかっていうと、今言ったようにね、そういっただからロシアのね、国土が脅かされる場合は戦術核を使っていいというふうに書いてある。そしてさっき言ったようにロシアのプーチンが今回した演説の中で、ロシアの領土が脅かされた場合は場合によってはね、あらゆる兵器を使用するとかね、なんかそういうふうに言ってるわけなんですよ、わざわざね。ということで、まあそういうね、近々戦術核が使われる恐れがあるんじゃないか、そしてそんなの使ったらですね、さすがに NATO 軍がね、出てくるんじゃないかってね、そういったね、予想があるわけですよ、プーチンとしてもね。だからそれに備えてですね、今ね、動員をかけ始めたんじゃないかってね、そう予想してる人がいるんですよね。ただこれもちろんあくまで予想であってね、そんなわけないってね、そういう意見もね、全然あるんですよ、たくさん。ちなみにこれですね、そういったね、核兵器が使われるんじゃないかって可能性を挙げてる人たちは、これちょっとですね、時期についても言及していて、これがですね、動員を発表する前日にですね、だから動員が発表されたのが、これが9月の21日。で、その前日の9月20日ですけれども、こんなことがあったと。これもさっき言いましたけれども、何かっていうと、ウクライナ東部のロシア軍占領地域の幹部が、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国で、ロシア編入の是非を問う住民投票の実施をね、相次いで発表したんですよ。で、これがですね、いつかっていうと、ちょっとルガンスクの方明記されてなかったですけど、ドネツク共和国の方は、これがですね、9月23から27、だからもう明日から始まるってことですね。9月23から27に、このね、住民投票を行うらしいんですよ。ロシアに入りたいかって聞くね、そういう住民投票をすると。で、そしてですね、そのね、住民投票が終わった5日以内に、その結果を発表するらしいんですよ。で、これもちろんね、結果はもう出来レースでしょうから、ロシアに入りたいって方が上回って、で、そういう結果が発表されたら、即ですね、多分プーチン大統領がね、よし、ロシアに編入するって、ね、言うと思うんですよ。ロシアに入れるってね。で、そういったことはこれからね、まあ、計画されてるか、もう発表されてるんで、っていうことでね、これですね、戦術核が行われるって予想してる人は、そういったね、9月23か27に住民投票があって、どの頃ってね、それ決まってるんで、まずこれですね、言ってたのが、9月の27までに住民投票終わる。で、5日以内に発表っていうんで、そのあたりでですね、9月27からね、まあ5日以内ぐらいに NATO 軍の方から何かね、攻めたりとかね、プレッシャーをかける動きをするんじゃないかってね、これね、言ってる人がいるんですよね。で、ロシアはですね、それを口実に、
ロシアの領土のね、脅威だとかって言って、核兵器、戦術核ですけれども、これを使うんじゃなくて予想してる人がね、まあちょこちょこいるんですよ。あとですね、今ロシア軍がウクライナで全体的に後退しているのは、核兵器を使う準備なんだってね、そんなことまでね、言ってる声もありますね。もちろんこれってのはね、少数派の意見だと思うんですけれども、ただこれですね、一応言っておきますけれども、これね、まあ今、そういうことをね、核の使用があるって言ってる人は少数派だって僕言いますけれども、それは本当なんですけれども、ただこれですね、まあ永遠にですね、核兵器を使うだろうって意見っていうのは、永遠にね、多数派にはならないと思うんですよ。まあ本当に使われるとしても、これね、永遠に多数派にはならないんですよね。なんでかっていうと、核兵器が使われるなんて、やっぱりちょっとね、こう信じがたいような状況だから、やっぱ永遠にですね、本当に使われるとしても、まあ最後の最後のこれ、少数派の意見としてね、なってると思うんですけれどもね、それは言っておきます。で、まあ今ですね、ロシアはそんなことになってきてるんで、テレビとか新聞にもここからはね、大きく取り上げられてるんで、皆さんも知ってると思うんですけれども、そんなロシアですからね、今ロシア国内で大規模抗議活動が始まって、1400人が捕まったりとか、あとですね、今はこれね、一部動員ってことで、さっき言ったんですね、予備役になってるね、予備役に登録してる人だけがこう招集されるんですけれども、ただこれ今が一部動員であって、もし今後ですね、総動員なんてことになったらですね、総動員だとこれ一般のね、男性とかも招集される可能性がありますからね、だからそういった可能性もあるんじゃないかってことで、今ですね、成人男性がですね、出国禁止みたいにね、総動員になる前にそういうことになると思うんですよ、出国できなくなると。だからそういったこともあるかもしれないってことで、今ですね、急いでですね、ロシアから出国するね、ロシア国外出る飛行機のチケットっていうのがもう売れまくってるそうです。これまあどのぐらいって数字は出てなかったですけれどもね、まあ出れる人は出るかもしれないですね、確かにね。はい、ということで、だったらですね、今日やりたかったことっていうとこんなところです。あとですね、ここからちょっとまだ喋りたいことあるんですけれども、ここから本当聞かなくていいです。何かっていうと、ちょっと僕の趣味的な話もね、交えて、まあ今の話に関係するんですけれども、それちょっと話していきます。これがですね、何かっていうと、株価、だから株ですよ、株。株価から考えるロシアのウクライナ侵攻のちょっと話なんですけれども。で、まずこれですね、今年の株価、今の株価これ、なんて言われてるかっていうと、今年の株価っていうとですね、6月が今年の最安値だったんですよ。今ちょっとまた落ち始めてますけれども。そして今言われてるのはですね、それを6月ね、今年の最安値の6月だった、それをさらにですね、これから終わって9月にね、もっともっと急落するんじゃないかってね、そういう予想がされてたりもするんですよ。で、まあ、9月とかね、10月初めでめっちゃ下がって、で10月後半から11月のアメリカである中間選挙あたりからですね、どんどん株価が戻していくんじゃないかって、そういった予想があるんですよ。でこのね、予想はじゃあどっから来てる予想なのかっていうと、これがですね、4年に1回必ずあるアメリカ中間選挙の年、まあ、今年がその年なんですけれども、でその年のね、動きを見ると、毎回ですね、6月9月株価が落ちていて、まあ、アメリカの株価とかの話ですけれどもね、でアメリカ中間選挙があった、だから11月からですけれども、11月からね、上がっていくってね、毎年そうなってるっていうね。そしてさらにね、もう一個別の情報があって、今、まあ、今の株価ですけれども、今のアメリカの株価っていうと、PR を見ると、いろいろ見るとですね、まあ、PR とかいろんな指標を見ると、まだ今の株価って落ちてきてるんだけれども、それでもですね、ちょっとね、割高な株価になってるんじゃないかってね、そう言われてるんですよ。だからそういったところから見ても落ちるね、余地があるというふうに見られるんですよ。だからですね、今言った2つの理由から、だから中間選挙の年は今ぐらいの時期はすごい下がると、そして今の株価を見ても、いろんな指標 PR とかいろいろ見るとまだまだ下げる余地があると。だからそういった理由から、これからですね、9月10月初めにかけてすんごい下がって、そして10月下旬からアメリカ中間選挙、11月ですけれども、そこから上がっていくんじゃないかって予想が、まあ、あるんですよ。まあこういった予想があるってね、それだけ知ってくれればいいんですけれども、そういう予想があると、すごい下げて11月ぐらいが上がっていくって、そういう予想があると。でなんでそんな話をするかっていうと、ロシアの話をしてるのにね、これだから普通に考えたらですね、これね、株価っていうと何かすごいことが起こるから、起きたから株価って下がるって考えると思うんですよ。それ普通でしょ？まあそれはそうだよね。だからコロナショックが起きる、コロナショックが起きたから株価下がるって考えるの、これは普通じゃないですか。でもね、そうじゃない逆の考え方って実はあるんですよ、これ株の世界っていうと。これ何かっていうと、今言ったのですね、株価がまあ9月とか10月初めに下がるかもしれないってね、そういう予想があると。それについても説明しましたよね。そしてアメリカ中間選挙がある前ぐらい、その後ぐらいから一気に戻していくってね、こういうのが毎年4年に、毎年ってか4年に1回ね、毎回起こってることなんですよね。で、そういったね、何がある関係なく、まあ、そういった株の動きがね、4年に1回毎年起こってると。まあ、そういうですね、この辺で株価が落ちそうってね、予想があると。だから、逆にですね、この辺りで株価が落ちそうってことは、この辺りで何か事件が起きるんじゃないかって、
そういう逆の考え方をするってね、そういう考え方も実はあるんですよ。面白いでしょ。何かが起きそうだから株が落ちそうじゃなくて、株が落ちるだろうから、この辺で落ちそうだから、じゃあ何か起きるかもね、そういう考え方があるんですよ。逆の考え方っていうかね。で、だからそれがですね、もしかしたら、ね、それが今日話したロシアのウクライナ侵攻で、例えば戦術核を使うとか、もしくはね、NATO との開戦までいかなくてもですね、NATO が、NATO とロシアが戦争しそうになるとかね、そう、緊張が高まるとかね、そういったことがですね、9月下旬とか10月初めにあるのかなーってね、そういうのに僕はちょっと思ったってだけです。まずだからね、株が落ちるだろうって予想があって、まあロシアにね、こんな動きがあったわけじゃないですか、総動員とかね、まあルガンスク、ドネツクで住民投票とか、こういうのがあったんで、あー、じゃあこれ、今からね、ロシアがなんか偉いことを起こして、まあ、NATO が起こすのかもしれないですけどね。偉いことが起きて、株価がガンとね、信じられないぐらい下がるのかなと思ったりしましたね、ちょっとね。ちょっと思ったわけですけど、僕が。ちなみにこれですね、すごくて、1962年以降で、まあ、4年に1回ね、毎回11月にあるアメリカの中間選挙ですけれども、これがすごくてですね、アメリカの中間選挙の後っていうと、株価がね、上がらなかった時って、一度もないんですよ。1962年以降で、これ、一回もないんですよ。なんかね、11月の上旬にアメリカの中間選挙ってあるんですけれども、確か今年はね、11月の8日かなんかだったと思うんですけれども、で、中間選挙は11月になるのは前からそうで、で、11月からの半年間、もしくは11月からの12ヶ月間で、もう1962年以降、株価がですね、上がらなかった時ってのは一回もないらしいんですよ。面白いですよね。まあだからね、果たしてこのね、アノマリーですけれども、アノマリーがね、崩れるのかどうかっていうのはすごい注目僕してるんですよね。だってね、これさっきも言ったように、まだですね、アメリカの株価っていうと、今ね、9月になって落ちてきてますけれども、まだちょっと割高らしいですからね、PR とか見ると。ってことはね、こっから何かとんでもないことがあって、とんでもなく落ちて、で、アメリカ中間選挙後からね、ガーッと上がっていく。まあ、10月下旬とか11月初めね。そういうふうに考えるのが普通かなと思うんですよ。このね、1962年以降から崩れてないものが、今回も崩れないとするんならね。そういうの僕ちょっと思いました。なんかちょっとね、ロシアのウクライナ侵攻とアメリカの株価ちょっとくっつけて、僕なんか考えちゃったんですよね。まあ、浮かんだだけですけどもね。はい。ということで、今日はこんなところでございます。